あれ？なんで私たちまだゲーム画面に出てるの？インターバル？インターバルは合間休憩。この場合は、そうね、ロスタイムじゃないかしら。つまり、ロード時間のですね。3人揃って何ボケてるんですか？おう、イース、数分ぶり。で、真面目な話、これって何なの？最後まで遊んでくれたユーザーの皆さんにお礼をと思って勝手ながら用意させていただきました。ほんと勝手で困るわ。原稿の締め切りが迫ってるのに。私も新しく買ったゲームで遊ぼうと思っていましたのに。あなたたちね、最後くらい真面目にできないの？別れきっていたことだが、グダグダだな。グダグダメガミーズと呼ばれる日も遠くないかもしれませんね。グダグダメガミーズか。なんだかアニメ化したらウケそうね。私たちがゆるくシュールな会話をするのね。ゲームのパロディをふんだんに取り入れるのはどうかしら。話題になること間違いなしですわ。まさに派遣の予感。ああ、頭痛が。ダメ神だな。ええ、ダメ神ね。ダメ神です。ところで、さっきから気になってたんだけど、画面の左下にいるこの人って誰だったかしら？私も気になっていましたわ。声だけはどこかで聞いたことがあるような。わかった、オツキャラね。違う、マジェコンヌだ。マジェコンヌ。嘘だろ。人間変わるものなのね。いくら課金したんですの？いくら課金して顔や体型をエディットできるようにしましたの？この設定、今書いてる新作に合いそうね。こいつら。さて、これ以上グダグダしていても埒が明かないので、一人一人コメントをお願いします。時間もないので手短にお願いしますね。じゃあ一番手はコンパ。私ですか？だって私にできた初めての仲間だもん。それに主人公は最後って決まってるしね。はあ、緊張するですけど頑張るです。これまで一緒に冒険してもらって本当に本当にありがとうございますです。またいつか一緒に冒険する日を待っているです。私と約束です。そうね、またどこかでっていうのは違うわよね。遊んでくれればまた会えるわけだし。それじゃ次のプレイでまた会いましょう。別に最後までゲームを遊ぶなんて普通のことなんだから、言うことなんてないわよ。けど、まあ、今くらいは素直に感謝してあげるわ。ありがとう。そして、また会いましょ。遊んでくれてありがとう。あなたとなら、また会える気がするわ。私からも、感謝の言葉を伝えさせていただきますわ。ゲームクリア、おめでとうございますわ。けど、ゲームはクリアしてからが本番。今まで以上にやり込んでくださいな。私からも感謝の言葉を言わせてもらおう。そして、また会おうではないか。ああ
司書としてあなたの冒険は記録させてもらいますね。これで全員かな。ブロッコリーたちを忘れてもらっちゃ困るにゅ。ひどいよネプテューノさん。そうだよ、私たちだって画面の向こうのみんなに言いたいことはたくさんあるんだからね。この時のために一生懸命考えてたんだよ。私たちも一緒に冒険した仲間に一言くらい言わせてほしいな。よし、では私から言わせてもらうか。運命石の扉に導かれし者よ、よくぞクリアしてみせた。さすが運命に選ばれた者だけはあるな。お前たちとまた会える日を楽しみにしているぞ。ルクストゥネーベイメイクノイタムナシスーム。次はブロッコリーニュ。お前なかなか見どころがあるやつニュ。とりあえず渋いお茶でも飲んで一泊するニュ。そのまた一緒に遊ぼうね。それまで私もトレーニングしてもっともっと強くなってるから。こっちの世界に来ちゃった時はどうしようかと思ったけど、君たちと一緒に冒険できて楽しかったよ。そうだ、せっかくだしこの冒険を本に書かせてもらってもいいよね。次は私の番だね。画面の前の君、ゲームクリアおめでとう。おいしい太巻きをたくさん用意したから一緒に食べようね。クリアおめでとう。ようやく半人前になったね。さあ、一人前になるためにもっともっとゲームをやり込んで楽しもうか。あとはクリアおめでとうございます。これからもブラン様とルビーをよろしくお願いしますね。おっと、宣伝なら負けないぜ。ラステーションもよろしくな。あとクリアおめでとさん。なんの、それならリーンボックスも負けてはおれんわ。協会を挙げてクリアを祝わせてもらおう。これこそ僕らが求めたエンディングだ。我らのベール様に栄光あれ。まったく最後だというのに。まあいいでしょう。クリアおめでとうございます。これも機械ではなく人だからこそなせた結果か。祝わせてもらう。ランラン、おお、なんか最後の最後でいっぱい来た。ほらネプコ、あんたの番よ。最後なんだからきっちり締めなさい。ネプネプ、頑張るですよ。オッケー、最後は主人公オブ主人公の私に任せて。ここまで一緒に冒険してくれて本当に本当にありがとう。私たちの冒険はひとまずここでおしまいだけど、ゲームはまだまだ終わらないからたくさん遊んでね。それじゃあ、またゲームの中で会おうね。私たちとの約束だよ。